パトナーチャンネルでーす。同じ服。そうなんです。まさかのかぶる。はい。今日は9月12日月曜日。早速買い取りを行ってみたいと思います。はい。めっちゃ静かですね。まずは龍馬ゴルフマキシマ D1 11.5 度、めっちゃ綺麗で、見えるかな、スペシャルチューニング高反発っていうことですね。いいね。いいっすよね。11.5 度なのでボールも上がりやすく前にも進むっていう感じかな。でほぼ塗装がけもない、あんまりここまで綺麗なクラブってないのではないでしょうか。フレックスがよくわかんないんだよな。これなんていうんですか、無限、なんかあるよね、フレックスがないやつ。ビヨンドパワー無限、なんか龍馬だと有名っていうか、なんだろう。でもグラファイトデザインなんだ。まあ柔らかいのかな、まあ、グリップも純正グリップです。じゃあ次がキャロウェイのエピックフラッシュスターの 10.5 度、シャフトも純正の R だから結構シャフトも柔らかいし、気になる人はぜひ。で続きましてドライバー、ゼクショだ、ゼクショ、ゼクショか。今日はゼクショをフルセットっていうか、ドライバーアイアンフェアウェイって買い取ったんで、まずドライバーから、2010年 10.5 度シャフトが R シャフト、結構大事にというか長く使っていてくれたみたいでありがとうございます。で続いてフェアウェイ、まずは3番5番、ゼクシオ2006年ですね。まあまあまあの使用感、まあ長く使っていただいたという感じですね。まあ、グリップは変わっているので、まあ綺麗な感じです。次がこれもセット、7番と9番の R シャフト、7、9ってあんまりないんで結構いいかな、まあ、使って、そう珍しいんですよ。だからぜひ使ってみたい方はシダもできるんで試してみては。どんな距離になるかっていう試すだけでも、うん、あとは2021年最新の APEX、 あれ SR だ、貼り間違いだね、貼り間違いですね。かなり綺麗っていうか、使ってんのかな、うん、っていうぐらい綺麗です。でシャフトがディアマナ、あ R で合ってる、 55R です。じゃあ UTT です。人気の425の U4 でシャフトがなんとツアーの 85X です。結構固め、ハードスペックな、かなり固いですね、うん、やつになります。だからちょっと固いシャフト探してる方で、 U4 って結構使うでしょ。なんかちょっとあっちでやんないよそれ、ここでやりなよ。です、ぜひとも。あとはウェッジ、ウェッジ、RM12 の50度と56度、まあ3度なのでかなり使用感はあります。まあ、でも触った感じ溝はありますけど、まあ、バンカーの練習用とかに1本あったらいつもコースで使うウェッジが傷つかないっていう感じで使うのもありなのではないでしょうか。でもう1本が50度、まあ、50度はまあまあそれなりの使用感ぐらいで済んでますね。あ、シャフト？シャフトが950かな、多分一緒だと思う、スペック系になってるけど、あんまりないですけど950ですね。次ローグ ST のアプローチです。なんと46度アプローチなのに飛び系、
だからだよね。ピッチングスだね。そう、見える？あ、値段が見えていた。こんな感じです。多分そこまで使用してなかったんだと思います。で、シャフトがゼドス7の S シャフト。どうでしょうか。46度でもうアプローチなんだ。そう、アイアン。アイアンか。あ、そう。まずは、2008年式ゼクショですね。まあ値段なり年式なりの使用感っていう感じですけど、どうしてもこの辺塗装かけるのが多いんですよね。まあそういうことはあまりなく、で純正の R シャフトです。で今度もゼクショです。同じ方からの買い取りになります。これが2014の5本セット、6番からピッチングまでになります。で、シャフトが R シャフト。結構やっぱ R って使う方多いんで、探してる方はいかがでしょうか。で、ラスト、シャフトです。ベンタスクロ 6S の中古が入ってきました。なんか最近多いですよね。そう、ベンタス結構うちあったけどなくなっちゃったもんね、うん、6S 完売しちゃったんで今5本あったのに全部なくなった。で、これ珍しいコブラ常連さんですねからの買い取りです。まあ、コブラなかなか今ヘッドというかクラブ人気ですけどシダできないと思うので、まあこういう機会にぜひ。あとはシダといえばこちら受け付けてます。あとは TSR32 ともにシダクラブご用意してます、うん、タイトリストはシャフト結構来てたんで、あ、うん、いろいろ試せます。まあ、この後打ってみようかなと思ってます。じゃあ動画楽しみにしてください。まあそんな感じで今日の買い取りでした。また明日よろしくお願いします。最後何も言わない。